はい、ビログマスデー12。もうね、ジュエルなんとなく元気になったけど、やっぱりお腹壊してんだよね。食べることは食べるようになった。これが気になった。なんかここが岩です。はい、岩です。で、私も気持ち悪いのはちょっと残ってるけど一応動ける。だから仕事したで、もう何食べても何飲んでも下痢、何食べても下痢。今日はママがダウンです。一日中動けなくて、さっき梅昆布茶あげて小さいマドレーヌあげたら、あ、動けると思って調子乗って動いて、なんか洗い物始めちゃって、ちょっと寝ろみたいな感じで。はい、だるいわ、大変。なんかね、女の人ってさ、私にしろママにしろさ、病気になっても休めないじゃん。男の人は休めるけどまあとりあえず、はい、一応夕飯の支度しようと思ったけど、なんかねだるくて、ただ昨日と同じもの食べさせるのもちょっとかわいそうだなと思って、はい、なんか考えます。はい、ジュエルはこの通り。ジュジュ You okay? まね、邪魔すんじゃないよみたいな顔してる。 YouTube でこの遊んでるゲームを見ながらゲームする。とりあえず、これが昨日のパスタ、マカロニがあるんですけど、ただ温めるだけじゃなくて、アマルがよくやってた煮元、バシャメラソース、バシャメラ、バシャ、なんかホワイトソースと混ぜて、みたいな、作るやつ。そういう考えで、ちょっと作ってみようかな、みたいな。それに、これをかけてチーズのっけてオーブンみたいなやってみようかな。ちょっと変わった感じ。はい、バターとガーリックと小麦粉を炒めた後、牛乳、ラーメスデー、小麦粉、ミルク入れて、ちょっとコトコトでチーズを入れようかなっていう。汚い。もうちょっと綺麗な入れ方しろよ。冷蔵庫。That's right, baby. What did you say? Refrigerator. What is a refrigerator in Japanese? I didn't know that I said it this.いや、冷蔵庫。冷蔵庫だよね。あ、そう、今言ったやんけ。最近ちょっと日本語に興味持って、言ってることはわかるけど自分から言わないんだよね、ジュエルね。だから、はい、これちょっとドロドロすぎるわ。もうちょっとなんか水分足さなきゃ。はい、オーブンに入れました。うまくいきますように。おとといか昨日かおととい作ったウィングをバーベキューソース、これ実は中身ちょっと違うんですよ。これで足したんね、自分で。私ガーリックとかいろいろでつけて焦がすじゃないですか。ジュエルちゃん、まあ元気になってくれてよかったけど。はい、今行きます。はい、ちょっと覗き。お、あら、いい感じ。これでいいでしょう。これでもうちょっとってやったら焦げそう。あ、いいですね。はいはい、これでいいと思います。はい、こんな感じ。見た目はよし、味はわからない。そしてこちらもなんかちょっと照りがついた感じ、いいかなみたいな。でこれとこれ食べさせればいいかな。野菜はすいません、今日は野菜なしで。ちょっとびっくり、めちゃくちゃ美味しい。まさかこんなに美味しくできるとは。やっぱガーリックが木ですね、ガーリック。はい、さていろいろ作るの大変なんで、とりあえず今日はこれでダグラスの弁当を作ります。ビーフケバブ。はい、こんな感じです。エアフライヤーで肉、要は平たいハンバーグなんじゃねでそれに合わせて、ちょっと遅くなるからジャムスにはあげなかったけど、一応野菜、ピーマン、黄色いピーマンとオレンジのピーマンと、なんだっけこれ、玉ねぎ、はい、を炒めての塩コショウ、ガーリックパウダー。はい、できましたお弁当。ワイルドライスとさっきのと炒めたやつとなんちゃって、よくわかんないグラタンじゃないけどトマトソースクリームグラタン、わかんないけどね。はい、もうほんと疲れたわ。とりあえずお弁当はできたから、明日は水曜日で、あさって用の弁当を作らなくていい。OK。なんかちょっといろいろつまんだりしててさ、気持ち悪い。ひびが入ってる。あの人ね、温めるときね、すっごい温めるの。だから多分それが落としたから。はい、さあちょっとパパッと片して、ちょっと座ります。一応アダーナスのお弁当じゃなくておやつ、たまにサンドイッチかなんかの、学校の給食嫌だの場合私の食べるようにしてるんだけど、今日申し訳ない勘弁、おやつだけ詰めた。トレールミックスとマドレーヌ、おやつばっかりダメじゃん。とこのなんだ、まあチーズクラッカーね、ベジタブルチップス、これでどうにか生き延びてくれ。そして学校の給食にありがたく食べてくれはい、シュール寝かして、ダグラス明日早いからって言って早くベッドに来て、背中痛いだなんだでいろいろ背中のマッサージじゃないけどやってあげて、で明日早いっていうことで私6時に起きたくないんで、今から朝ごはん作ります。もうやめた。まあでもそれでね、8分だけだった動画がもうちょっと伸びるかもいい方に考えて。気持ち悪くてフラフラ。つぐみに言われたんだよ、友達大親友のね。貧血あるから気をつけて、確かに。フラフラ。食べれないから何食べてもずーっとお水飲んでもなんか出ちゃう感じ。無理しなくてやんなくていいんだけどさ、とりあえずやっちゃう。いい奥さんぶりをする。ただの自己満足。あ、はい、明日の朝ごはんの準備できました。あとは勝手に温めてくれ。それくらいできるでしょ。甘やかしすぎかな、私。多分甘やかしすぎ。ちょっと明日は自分でやってっていうとこ。気持ち悪い。なんか動くと喉乾く。すっごい出してるから、さっきから出しまくってんの。脱水症を起きないようにペディアライト、これまあポカリみたいならしい、多分。はい、その甘いんですわ。だからそれを薄めて飲んでる。薄めたやつで、ちょっと今お腹痛いからちょっと様子見て、もしかしたら飲んだ分バーってまた出るかもしれない。競争だよ。なんか飲んじゃあだし、飲んじゃあだし。で、変な話、なんか危ないって感じだから、急いでトイレ行かないと出ちゃうみたいな。水だから。何これ、ノロウイルス？何ウイルスのこれ。たこねえ、女が病気になると本当大変。で、女が病気になるとこうやってバカみたいに動いちゃうから、みんななんか「ああ大丈夫だろう、動けるから」みたいな感じになるわけよ。で、ママがいればね、大変なの分かるから手伝ってくれる。ママもダウンダウンで、さっきなんかやろうとして出てきてるけどさ、そのたんびにもハウスって言ってうちいいのがあれ、食器洗い機新しく買ったのね。だから前のは壊れてて使わなかった。あんまり使わないからいいやって感じだったんだけど、やっぱり欲しいなと思って買ったの。正解。こういう時必要。あと、もしママがなんかサーランとか遊びに行きたいって言ってるから、いない時とか甘ったれだな。私も甘ったれマジ。まあ、でも必要なの。ごめんなさい、甘ったれです。ええなんか野郎どもばっかりだから、本当に。とにかくこれ全部どんどん出して元気になるといいな。はい。それからコメントで「愛車コロナ禍で専業主婦かな」全部読んでない。専業主婦専業主婦、とりあえずハウスワイフじゃありません。まあありますけど、仕事も家からしてます。家からパソコンでカスタマーサポートといろいろやってます。だから仕事してます。9時から6時まで大変きつい、マジけど家からできるからありがたい。でもなんかその時間帯にね、なんか家のことできたり、子供たちの面倒をもっと見たりできるといいなって感じだけど、生活が苦しんで、確かにアメリカは日本より給料いいって感じだけど、この間 TikTok で見てたら、食料品とかいろいろ上がったけど給料上がらずみたいな。前に何か上がった時給料も上がったの。だからそれとともにそうやって上がるのはいいんだけども、今回この4年間はなんか物が上がったけど給料そのまんまみたいな感じ。だからいっぱいアメリカ人で、もう私すっごい働いて稼いでるのに全然なんかみたいな。特にうち家買ったからローンが大変、マジ本当にって感じですね。だからもう働かないとやっていけないよね。しょうがない。宝くじ当たんないかな。買ってないけど買ってみるか。そう簡単に当たらないんだって。ママが昔ホテルで働いてた時にお客さんでもうこのぐらい宝くじ買った人も1枚1枚こんぐらいでもなんか当たってなかったみたいに全部置いてったみたいな。わお、当たりだけ持ってったのかな。知りたいよね。なんか気持ち悪い、お腹が、だから当たるかもしれないからって宝くじってどうやって買うの？だからちょいちょい買ってんだよね。当たらないみたい。私が買えば当たる。ちょっと大きい金額が当たります。言霊で、言霊って本当大事だから、みんなさプラスのことを言うね。例えば私は今年はもう風邪ひかないとかね、それバリバリ言ってるけど、私はすぐ治って明日になったらもう元気になる。明日になったら私のお腹も調子いいし、夜も大丈夫だし、明後日から夜は学校行けて、私は元気よく相変わらず仕事と家事をする。で、香水やってました。売ってましたね。また香水やりたいな。香水買えてもいない。物価が高いから。買ってもらったのはあるけど買えてない。またやりたいな、コレクション。どういう風に置いてるか。香水めちゃくちゃ、もう香水キャビネットがもうこんなになってる。こんな、これだみたいな。自分のためなんかしよう。で、前にリラックスコーナーを作ろうとしたのね、自分の部屋に。で、なんか使わないマットレスを椅子にしてやったんだけど、アダーナスが背中痛いって言うからそのマットレスあげちゃったわけよ。だからもうそのリラックスコーナーもね。だから私の目標、リラックスコーナー自分に作って綺麗なコーナー、好きなもの揃えて香水を綺麗に飾る。またお母さんってさ、自分にやることあんまりないよね。なんかみんな優先だから、他が優先だから、しょうがないね。いや、OK。とりあえず皆さん、多分お腹大丈夫みたいなんで寝ます。今何時？12時だ。早く寝たはずなのに、あいつ。今日の動画はここまでにします。また明日見てください。じゃあね、バイ。